本校では、ケンタッキーフライドチキンの歴史について記述する。ケンタッキーフライドチキンは起業家、カーネル・ハーランド・サンダースによって設立された。サンダースは、大恐慌の時代に、ケンタッキー就航便の国道沿いのレストランで、フライドチキンの販売を開始した。サンダースは、レストラン業における、フランチャイズビジネスの潜在的可能性を見出し、1952年には、最初の、 ケンタッキーフライドチキンのフランチャイズ加盟店がソルトレークシティで生まれた。KFC はファストフード業界にフライドチキンを普及させ、ハンバーガーによる確立された支配に挑戦することで市場の多様化をもたらした。自身をカーネル・サンダースとしてブランド化することで、サンダースはアメリカ文化史における重要な人物の一人となり、そのイメージは KFC の宣伝に広く利用され続けている。急速に拡大した KFC は、サンダースが経営するにはあまりに巨大な企業になった。1964年、サンダースは会社を、ジョン・ワイ・ブラウン・ジュニアとジャック・シー・マッシーが中心となる投資家集団に売却した。KFC は、国際的に展開した、最初のファストフードチェーンの一つだった。1960年代中頃までには、 イギリス、メキシコ、ジャマイカに店舗を展開していた。1970年代から1980年代にかけて KFC のオーナーとなった企業は、いずれもレストラン業における経験に乏しかったため、そのような時期を通してアメリカ国内での業績は上昇と下降を繰り返した。1970年代初頭に KFC を買収したのは上流種の販売業者、 ヒューブラインだった。ヒューブラインは、その後、食品、タバコを扱う複合企業体、RJ レイノルズに買収され、その RJ レイノルズも後に KFC チェーンを、ペプシコに売却した。KFC は、海外展開を継続し、1987年には、中国に進出した、最初の欧米のレストランチェーンとなった。1997年、ペプシコは、 自社のレストラン部門をトライコングローバルレストランズとして分離独立させた。トライコン社は2002年に名称をヤムブランズに変更した。ヤムブランズは KFC のオーナーとしてペプシよりも明確な意思を持った経営を行っており、アメリカ国内の店舗数は減少したものの、KFC はアジア、南アメリカ、アフリカ地域で成長を続けている。 2015年末の時点で KFC は全世界125の国と地域で19,952店舗を展開しており、KFC にとって最大の市場である中国には5,003店舗が存在する。ハーランド・サンダースは1890年に生まれ、インディアナ州のヘンリービル郊外の農場で育った。サンダースの父親は1895年に死亡し、 母親は生活のため缶詰工場で働いた。サンダースは5歳ながら子供たちの中で最年長であり、母親に代わって2人の手前の世話をする必要があった。サンダースが7歳になった時、母親は彼に料理することを教えた。13歳で実家を離れた後、サンダースは鉄道職員や保険外行員などいくつかの職業に、 ついたが、そのキャリアは常に順調というわけではなかった。1930年、サンダースは、ケンタッキー州ノースビ便を通る、国道25号線沿いのシェルのガソリンスタンドの、経営を引き受けた。その年の6月までに、サンダースは物置を改造して、自前のダイニングテーブルを設置し、小さな食事スペースを作った上で、立ち寄ったドライバーに、ステーキや、 カントリーハムなどの料理を提供するようになった。ケンタッキー州ノースコービンのハーランド、サンダースカフェミュージアム1934年、反対側の給油所の方がドライバーの視界に入りやすいため、サンダースは国道25号線の向かい側にあるピュアオイルのガソリンスタンドの経営を前任者から引き継いだ。サンダースがフライドチキンの販売を始めたのもこの時からだった。 自らの技能を向上させるため、サンダースは、コーネル大学ホテル経営学部で8週間のレストラン経営コースを受講した。1936年までには、サンダースが経営するビジネスの成功は広く、認められるものになっており、ルビー・ラフーン知事から、ケンタッキー・カーネルの名誉称号を授与されるほどだった。1937年、サンダースはレストランを140席の規模まで、 拡張した。さらに、1940年には、国道の反対側にモーテルを購入して、サンダースコートカフェとした。サンダースは、鉄製のフライパンでチキンを調理するのに35分も、要することを不満に思っていたが、鶏肉をたくさんの油に沈めてあげることには反対だった。サンダースの意見では、ディープフライは、調理時間を大幅に短縮できるものの、 出来上がったチキンは硬く乾燥しており、上がり方にもムラがあるなど問題が多かった。一方で注文を受ける前にあらかじめチキンをまとめて調理する場合、時には閉店後に余ったチキンを廃棄しなければならなかった。1939年、初の家庭用圧力鍋の販売が開始されたが、その主な用途として想定されていたのは野菜を蒸すことだった。 サンダースは圧力鍋を1個購入し、これを改造して圧力上げ器とした上でチキンの調理に使用した。この圧力上げ器を使った調理では所要時間がディープフライと同等に短縮され、サンダースの意見ではフライパンでの調理と同じ味を保つことができた。1940年7月、サンダースは11種のハーブとスパイスからなるオリジナルレシピとして 後に知られるようになるレシピを完成させた。このレシピがサンダースの口から公表されることはなかったが、サンダースは塩と胡椒の使用を認めており、材料はすべて誰の家の戸棚にもあるものであると語っていた。1950年にローレンス・ウェザビー知事によってケンタッキーカーネルに再任命された後、サンダースはその立場にふさわしい服装をするようになった。ヤギヒゲを生やし、 黒のフロックコートとストリングタイを着用したサンダースは自らをカーネルの肩書きで呼んだ。電気作家の女子オザースキーによれば仕事仲間たちも最初は冗談半分で後には真剣にサンダースをこの肩書きで呼ぶようになった。ソルトレークシティにある KFC フランチャイズの第1号店サンダースコートカフェの客のほとんどは車で移動するドライバーであり、 1955年に計画中の週刊高速道路75号線のルートがケンタッキー州交便をバイパスすることが公表された時、サンダースは資産を売り払ってアメリカ各地を回り、レストランのオーナーに自らのフライドチキンを売り込んだ。各レストラン経営者はサンダースのハーブとスパイスの秘密のブレンド、レシピと調理法、 その名前と肖像を広告に使う権利と引き換えにチキン1個につき4セントをフランチャイズ料として支払うという契約だった。サンダースは1952年にはすでにユタ州サウスソルトレーク市のピート・ハーマンにフライドチキンのレシピをフランチャイズして成功を収めていた。ケンタッキーフライドチキンという名称はハーマンが雇った看板楽器のダイアンダーソンによって作り出された。 サンダースはこの名称が自分のフライドチキンと一般のレストランで提供される南部風フライドチキンをはっきりと区別するのに役立つと考え自らのビジネスにも取り入れたハーマンが主張するところによるとケンタッキーフライドチキンの販売を開始した最初の1年でレストランの売り上げは3倍以上になりその上昇分の75%が フライドチキンの販売によってもたらされていた。ユタ州の住民にとってケンタッキーからやってきた商品はエキゾチックでアメリカ南部の温かみを連想させるものだった。フランチャイズ型のビジネスである KFC の成功は初期の加盟者の業績に依存していた。従ってハーマンはサンダースの電気作家によって KFC の事実上の共同創業者として描写されている。 ハーマンは指まで舐めちゃう美味しさで家族向けに発売した。このセットは当初、あるデンバーの KFC 加盟者の代わりに電話をかけてきたサンダースを手助けするつもりでハーマンが試験販売したものだった。1956年までにはサンダースは6から8点の加盟者を抱えており、その中には後にウェンディーズを創業するデイブ・トーマスも含まれていた。 トーマスは回転する赤いバケット型看板を開発したほか、ハーマンが開拓したテイクアウトのコンセプトを支持した最初期の人物でもあり、トーマスが導入した簿記の方法は後に、サンダースが KFC チェーン全体に広めることにもなった。1968年、トーマスは100万ドルで所有する株式を売却し、ミシシッピガワイ島のべての KFC レストランの地域マネージャーに就任した。 その後1969年にウェンディーズを設立するまでその立場に留まった。1956年、サンダースは本社をコービンからシェルビービルに移した。シェルビービルはコービンよりも物流上優れた場所にあり、スパイス、圧力調理器、テイクアウト用の箱、広告用資材などを加盟店に輸送するのに好都合だった。KFC の登場は、 ファストフード業界にフライドチキンを普及させ、ハンバーガーによる確立された支配に挑戦することで、市場の多様化をもたらした。1960年、KFC フランチャイズに加盟するレストランは200店舗ほどだったが、1963年には600店舗を超えるほどに成長し、アメリカ最大のファストフード事業となった。1963年、サンダースは、 ケンタッキー出身の若い百科自転車エルスマン、ジョン・ワイ・ブラウンと出会った。ブラウンは自身がサンダースの会社に加わることを熱望していると語ったが、サンダースはその代わりに会社自体をブラウンに売却することを提案した。この提案の背景にあったのは、サンダースに天性のビジネスの才能はなく、目立った意欲ある後継者も親族にはいなかったという事情だった。 ブラウンの手持ちの資金は KFC を買収するには不十分だったため、投資家のジャック・シー・マッシーを説得して、買収資金の60%を出資させた上で、自らも多くの資金を拠出した。資金の一部は、フランチャイズ加盟者のピート・ハーマン、KFC 役員のリー・カミングスと、ハーラン・アダムスによっても提供された。一方で、家族が会社の売却に反対する中、 サンダースは KFC を手放すことについて疑念を抱くようになった。1964年、ブラウンらのグループは200万ドルで KFC を買収した。買収に際しての契約内容には、サンダースへの就寝給与の支給に加え、サンダースが品質管理責任者として役職にとどまり、会社のトレードマークとしてコマーシャルに出演するという合意が含まれていた。 ハーネルとして振る舞うハーランド・サンダース・マッシーと、ブラウンは統一性のなかった KFC チェーンの標準化を推し進めた。ユタ州におけるピート・ハーマンの事業を視察した後、二人はユタ州の店舗だけの特徴だったテイクアウトのシステムを KFC チェーン全体に拡大した。フランチャイズ加盟店を KFC の商品に注力させるため、各加盟店はオリジナルの商品を メニューから削除するよう指示された。KFC に加盟しているレストランは、デザインし直され、キューポラ付きのマンサード屋根を備えた特徴的な赤と白のストライプ模様の外観になった、フライドチキンのみを販売する店舗というモデルは、潜在的なフランチャイズ加盟希望者にとって、より魅力的であり、独立店舗の展開によって、会社の成長は加速された。会社を売却したものの、 サンダースは経営人とか名店に対して大きな精神的権限を持ち続けており、会社の決定に疑問を持った際は、その意見をはっきりと主張した。マッシーが本社をケンタッキー州からテネシー州ナッシュビルに移したとき、サンダースは次のように述べたと伝えられている。テネシーフライドチキンなんかじゃダメなんだ。口先達者なシルクのスーツを着た。 どこかの野郎が何を言おうとね、会社がカナダで事業を展開したとき、サンダースは経営陣が自身との契約に違反したと考えた。サンダースは契約上カナダでの事業展開は自分にのみ許された独占的な権利であると主張した。サンダースは会社の株式を150万ドル分保有しており、この争いが解決されるまでマッシーが会社を上場することを阻んだため、 KFC はカナダでの活動についてサンダースとの再交渉を強いられた。ブラウンとマッシーはサンダースの独占的権利はカナダにおけるチキンの製造過程に限られたものであると主張した。再交渉によってサンダースのカナダの事業における独占的権利が契約で認められた後、サンダースは保有する株式を売却し、会社は1966年に上場を果たした。 KFC は上場後、フランチャイズに加盟する600店舗を買収し、直営店舗に変えた。同年にはマッシーが経営の第一線から引退し、本社がケンタッキー州ルイビルに移転することがブラウンによって発表された。1967年までには、KFC はアメリカで6番目に売上高の大きいレストランチェーンとなっており、 その売り上げの30%がテイクアウトによるものだった。ブラウンは急速に拡大しなければ、KFC はチャーチズチキンのような対等するライバルの後陣を排すことになると考えていた。したがって、1968年には863もの店舗が開業された。KFC の成長は、その株価をロイターが清掃圏に達したと表現するレベルにまで押し上げた。 1969年にはニューヨーク証券取引所に上場された。その間、KFC は他社と共に新事業に乗り出していた。ブラウンはカーネル・サンダースというブランドはあらゆる商品のマーケティングに利用できると考えていた。ブラウンはケンタッキーローストビーフとカーネル・サンダースインを開業した。ローストビーフチェーンは1970年までに100店舗を 抱えていたものの、これら二つの新事業はすぐに経営破綻した。1970年には、カリフォルニアに本拠を置く、フィッシュチップスチェーンの H ソルトエースクアヤアとの合弁事業にも乗り出し、これは一定の成功を収めたが、1980年には事業が売却される結果となった。1970年3月、マッシーは KFC 会長を辞任し、 ブラウンがその後継者となった。1970年までに、KFC チェーンは48の国で3000の店舗を抱えていたが、その拡大は、しばしば無秩序に行われており、手際の悪いものだった。地域マネージャーに昇進したデーブ・トーマスは、KFC があまりにも会社的になっており、大量の取るに足りないメモが送られてくるとした上で、 ブラウンにはやる気を引き起こさせる能力が欠けていると不満を述べた。KFC の最高幹部の一人は会社の国際戦略を壁にかかった地図に泥を投げつけていくらかの泥がへばりついたまま残ることを願っているようなものだと表現した。日本における最初の店舗はたった2週間の準備の後に開業された。 この日本第1号店は最初の1ヶ月で40万ドルの損失を出す大きな失敗となり、売ったフライドチキンよりも廃棄されたものの方が多かった。1971年7月、KFC が過去6ヶ月間で初めての現役を記録したことで経営上の問題が明るみに出た。 1978年から1991年にかけて使われた KFC ロゴが描かれている看板、かつてサンダースにとってあまりに巨大な存在となったケンタッキーフライドチキンはブラウンにとっても手に負えないものに成長していた。1971年7月、ブラウンは KFC をコネチカット州に本拠を置く加工食品。 加工飲料会社のヒューブライン社に2億8500万ドルで売却した。ブラウン個人がこの売却によって得た金額はおよそ3500万ドルだった。ロイターの見解では KFC はこの買収によって破綻から救い出された可能性が高い。ヒューブライン社は自らが持つセールスとマーケティングの専門知識を活かして KFC の売上高を伸ばすことを計画していた。 その間、チャーチズチキンは店内に座席を設け、さらにオリジナルのクリスピーチキンを提供することで、KFC の市場シェアを奪い始めていた。1972年、KFC は独自のエキストラクリスピーチキンを商品ラインナップに加えた。1973年に発売されたバーベキュースペアリブは、経営上のとてつもない問題を引き起こした。 この商品の販売が開始された後、豚肉の不足が起こり、KFC 商品の価格が購買意欲を低下させるレベルまで押し上げられた。スペアリブの販売が経営上の判断により、停止された時、経営陣はフライドチキンの売り上げが減少していることに気がついた。その頃、サンダースは会社を売却したことを、ますます後悔するようになっており、 新オーナーとサンダースの関係は悪化していた。サンダースは KFC 商品の劣化する品質への不満をメディアに語り始めた。なんてこった、あのグレービーソースは最悪だ。彼らは15から20セントで水道水を千ガロン買ってきて、そこに小麦粉と澱粉を混ぜ合わせて純然たるウォールペーパーペーストの出来上がりというわけだ。それに、 あの新しいクリスピーチキンのレシピは、くだらないパン生地を丸めて揚げたのをチキンに貼り付けただけに過ぎないね。この刺激的な発言を受けて、ボーリンググリーンのある KFC 加盟者はサンダースを名誉毀損で訴えようとしたが、この試みは失敗した。1973年、サンダースがケンタッキー州シェルビービルでカーネル夫人。 クラウディア・サンダースのディナーハウスという名のレストランを開業したことに関して、ヒューブライン社はサンダースを訴えようとした。サンダースは報復として、自らが開発に関与していない商品の宣伝に自分の肖像を不正利用したこと、及び自らがレストランをフランチャイズ展開することへの妨害行為で、ヒューブライン社を訴える構えを見せ、1億2200万ドルを求めるとした。 ヒューブライン社の広報担当者は、サンダースの動きを嫌がらせ訴訟であると表現した。1975年、サンダースはヒューブライン社との時短に応じ、ヒューブライン社はサンダースに100万ドルを支払い、レストラン事業もその名前をクラウディア・サンダース・ギナーハウスに改めた上で、継続することが許可された。ヒューブライン社には、 過去にファストフード店を経営した経験がなく、その自信過剰な経営は、香港のような海外市場において、KFC を失速させた。1975年には2年間の活動の後、KFC は香港での事業から撤退した。サンダースは、公然とヒューブライン社への批判を続け、1976年には、同社がやってることを何も分かっていないと批判し、 現状のひどい品質の商品と関係があるように自分のイメージが使われているのは全くもって恥ずかしいことだと述べた。1978年までには800もの直営店が不採算店舗となっていた。1977年、ヒューブライン社はマイケル A ・マイルズを KFC チェーンの経営者に抜擢した。マイルズは経営難の KFC を原点回帰路線で 立て直した功労者とみなされている。マイルズは店舗の改装を推し進め、店内に座席を設けた上で、ドライブスルー用の窓口も導入した。電子レジスターの導入により、日々の顧客数、在庫目録、損益計算書の確認が可能になり、問題をすぐに認識できるようになった。KFC は70年代から80年代にかけて、国際的な展開を推し進めた。 マイルズはさらにサンダースを KFC へと復帰するよう誘いビジネスにおけるサンダースの提言にも耳を傾けた。後に続く変革は結果として現れ始め1980年の暮れには1店舗あたりの売上高の上昇が30ヶ月連続となった。1980年には肺炎によりハーランド・サンダースが90歳で死去した。サンダースは死の直前まで 自らの商品を宣伝しつつ、年間20万から25万マイルを主に車を利用して旅していた。自身をカーネル・サンダースとしてブランド化することで、アメリカ文化史における重要な人物の一人となったサンダースのイメージは、今もなお KFC の宣伝に広く利用され、続けている。クウェート市内の KFC 店舗1983年の時点で、 全世界55の国で5800の KFC 店舗が存在していた。同じ1983年にはゼネラルシネマがヒューブライン社の株式の18%を取得した。敵対的買収を警戒したヒューブライン社はタバコ会社 RJ レーノルズに自社のホワイトナイトとなるよう申し入れ、 R.J. レイノルズが13億ドルでヒューブライン社を買収することになった。同年にはさらにマイケル・ A ・マイルズがクラフトフーズの CEO に就任するため KFC の会長を辞任しリチャード・メイヤーがその後を継いだ。R.J. レイノルズの参加となった KFC は1983年にマクドナルドチェーン全体で展開されたチキンマックナゲットとの競争を強いられた。 KFC は1985年にケンタッキーナゲットと呼ばれる独自ブランドのチキンナゲットを発売した。1984年、RJ レイノルズは1億6800万ドルを投じて KFC の増収を行った。1986年7月、RJ レイノルズは KFC をペプシコに5か8億5000万ドルで売却した。当時、ペプシコは ソフトドリンクとスナック菓子に関心を持つ傍ら、レストランチェーンのピザハットとタコベルも所有していた。RJ レーノルズが KFC を売却した背景には、直近のナビスコの買収に関連する負債の支払いを完了することに加え、タバコ事業、を加工食品事業に専念することを望んでいたという事情があった。ペプシコによる買収は KFC に ペプシコが誇るマーチャンダイジングの専門知識をもたらすことが期待された。アドウィークのダンコッペルは、RJ レイノルズ時代の KFC チェーンは、グループ内での消し、メニューの停滞、混乱したマーケティングに悩まされたと考えている。一方、アドバタイジングエイジのナンシーガイジェスは、KFC チェーンが RJ レイノルズの下でスマートな復活を遂げたと感じている。 当時の KFC 会長、リチャード・メイヤーは、RJ レイノルズが自社のレストラン部門を趣味のように扱っていたという見解を示した。ペプシコによる KFC の買収は、一部のアナリストによってソフトドリンクの売上を伸ばすための手段であると、みなされたが、ペプシコの会長 D ・ウェイン・キャロウェイは、KFC の買収とソフトドリンク市場への興味は、無関係であると主張した。 買収以前の KFC の経営方針では、どのメーカーのソフトドリンクを取り扱うかは、加盟店側に一任されていたが、ペプシコは自社製品を仕入れる、要加盟店を説得できることを望んでいると述べた。買収以前、6500の KFC 店舗のうち、ペプチコーラを販売していたのは1000店舗だけだったが、 ペプシコは買収後たち2800の直営店舗で取り扱うソフトドリンクを自社製品に切り替えた。ペプシコの KFC 買収によりファストフード業界の競争相手の中にはペプシからコカ・コーラに切り替えるものも現れた。ウェンディーズは最初にこの切り替えを実行した企業の一つだった。ウェンディーズの会長ロバート・バーニーは次のように述べた。ペプシコにとっての利益は 今やウェンディーズの利益と相反するものになった。我々は我々の顧客を彼らの顧客にしようとしている企業の手助けはしない。バーガーキングは1983年にコカ・コーラからペプシコに移行していたが、1990年には再びコカ・コーラに切り替えた。その理由としてペプシコチェーンの成長が大きな要因であると説明された。 1998年までには KFC 加盟店の大多数がペプシコのソフトドリンク製品を仕入れることに合意していた。1987年11月、KFC は北京に出店し、中国で展開する最初の欧米のレストランチェーンとなった。1989年、第一四半期における KFC の売上は30%上昇し、 その金額は2億8000万ベイドルに達した。1989年7月、CEO のリチャード・メイヤーが KFC を離れ、クラフトフーズの CEO に就任すると、KFC の CEO はジョン・クラナーに引き継がれた。インドで売られているジンガー・チキンバーガー1989年8月、クラナーは1976年から変更されていなかった。 アメリカの加盟店向けのフランチャイズ契約を改定することを提案した。この改定では、ペプシコが業績不振の加盟店を買収することが可能になり、既存の加盟店が新規加盟店との競争から保護されなくなった上、ペプシコにロイヤルティ量を値上げする権利が与えられることとなっていた。加盟店側はこの新しい契約に反発し、訴訟を起こすことで対抗した。 この争いは1996年に新社長のデビッド・シー・ノバクが加盟店側に情報して新契約の内容の一部を取り下げるまで解決を見なかった。ペプシコは加盟店に対して応募に振る舞っていると非難された。ペプシコは加盟店が KFC の成長の足かせとなっていると考えていたが、加盟店側は会社が不熱心なオーナーによって経営されていた時期に KFC の支えとなっていたのは自分たちであると確信していた。クラナーは4200万ドルを投じて全世界における KFC 事業の再編を図った。クラナーはさらに追加の5000万ドルを費やして店舗の改装を実施した上2000万ドルを投じて店舗のレジとキッチン、ドライブスルー窓口、店長室、そして KFC 本社をリンクする。 新たなコンピュータシステムを構築した。クラナーの経営下で、KFC チェーンは未開拓の領域に進出していった。その最初の例は、デートンのゼネラルモーターズの組み立て工場に出展した、広さ150平方フィートのキオスクだった。1986年から1991年までの期間で、KFC チェーンは新たに2000店舗を加え、 総店舗数は8500に達した。同じ期間で売上高は35億ドルから62億ドルへと成長した。アメリカ国民の健康志向が強まるにつれ、KFC チェーンはグリルドチキンの台頭に対抗しなければならなくなった。メキシコ風、グリルドチキンに特化して成長中のレストランチェーン、エルポロロコとグリルドチキンのハンバーガーである。 ビリ系ブロイラーをメニューに加えたばかりのバーガーキングが KFC の競争相手として浮上していた。商品開発の遅れ、狭いキッチン、進行中の加盟店との契約論争などの事情により KFC チェーンは独自のグリルドチキン商品を展開することができなかった。1991年3月、会社の正式名称が KFC に変更された。この名称変更は ブランドコンサルタント企業であるシェクターグループのアドバイスの下で行われた。調査が明らかにしたところでは80%の顧客が KFC のイニシャリズムでケンタッキーフライドチキンを連想していた。広報担当者は KFC という名称が揚げ物一辺倒から多様化を遂げつつあるメニューにより適合したものであると述べた。アメリカ KFC 社長のカイル・クレイグはこの変更が フライドという言葉が暗示する不健康なイメージから会社を遠ざけるための試みであることを認めた。1994年ネーションエスレストランニュースの中でミルフォード・プルーイットはこの変更を巧妙かつタイミングの良い変化であると称賛した。その一方でアドバタイジングエイジの2005年の社説は次のように述べた。このチェーンが自らの由緒ある名前を投げ捨て フライドという言葉から遠ざかったのは悪い発想で損害をもたらした。はっきりとしたブランドがぼやけたものに変わってしまった。1990年代初頭にはチェーン全体で展開されたメジャーな商品の多くがヒットを記録した。スパイシーなホットウィングスやポップコーンチキンがそこに含まれアメリカ国外ではチキンフィレを使ったスパイシーなハンバーガーの ジンガーが成功を収めた。1993年にはロティサリーチキン風のカーネルズロティサリーゴールドがアメリカの KFC 店舗の30%で発売され、マーケティングに1億ドルが投じられたが、この商品の売り上げはかんばしくなかった。健康志向の強い顧客をターゲットとして川梨なしのチキンも発売されたが、その食感は顧客に好まれず失敗した。 この製品の失敗は処刑費の増大を招き、1991年の営業利益が37%減少することにつながった。1991年6月、シンガポールの店舗で KFC 史上初となる朝食メニューの販売が開始された。朝食メニューにはチキン、オムレツ、スクランブルエッグが含まれており、 カーネルズカントリーブレックファストの名前のもとで販売された。シンガポールが選ばれた背景には、この国の朝食マーケットが成長を見せていたという事情があった。KFC はアメリカ市場で苦戦を強いられ、ペップシコのレストラン部門で最も貧弱な事業となっていたが、その一方でアメリカ以外の市場では急成長を遂げていた。中でも、 日本の KFC は特筆すべき成功を収めていた。1992年になる頃には KFC の売上高の半分近くがアメリカ国外の市場で稼ぎ出されていた。1993年までにアジア太平洋地域における売上は KFC 全体の売上高の22%を占めるほどになった。ジョン・クラナーは我々は アジアにほとんど無限に存在する成長のチャンスに目を向けていると発表した。1993年までに KFC は韓国、中国、タイ、マレーシア、インドネシアにおいて第1位の欧米ファストフードフードチェーンとなっており、他のほとんどのアジア諸国でもマクドナルドに次ぐ第2位のチェーンとなっていた。アメリカ国外における事業の繁栄は、 その地域ごとの KFC 経営者が、ルイビルの KFC 本社からの指示を無視、さらには反抗すら辞さなかった結果としてもたらされていた。1994年までに、KFC は全世界で9407店舗を展開しており、従業員は10万人を超えていた。マクドナルドのような競合他社が、バリューセットの展開を開始していたため、同年には、KFC チェーンは、 苦戦し始めていいたた期待外れの市販機所得が続いた後クラナーは1994年1月に KFC を去った。クラナーの公認としてマーケティング分野のバックグラウンドを持つ二人の幹部が会社の復活を任された。ロジャー・エンリコはペプチコワールドアイドレストランズの CEO に任命され、一方でデビット C ノバクが KFC ノースアメリカ社長として選ばれた。1995年、ノバクは2つのヒット商品を世に出した。クリスピーストリップとチキンポットパイは KFC チェーンにとってほぼ2年ぶりの大型新製品だった。ノバクによればよりオープンに改善された加盟店との関係がこれらの新商品を生み出した。実際にクリスピーストリップはある アーカンソーの加盟店の発明であり、同様にチキンポットパイの開発も加盟店と共に行われた。その一方で、コーンマフィンのような比較的人気のない商品はメニューから削除された。同じ時期、エンリコはペプシコのレストラン部門の CEO として、KFC とその姉妹企業との間の競争を抑制した。エンリコの介入以前、 タコベルは独自のチキン商品の販売を開始しており、一方で、KFC はピザハットを攻撃するようなマーケティングを展開していたなど、ペプシコのレストラン部門内部での競争を上げ聞かしつつ、あった。1996年、5年前に、当時のジョン・クラナー会長によって提案された契約の最も物議をかす文言を直ちに取り下げることで、 KFC は加盟店側との関係を修復した。1976年の契約に含まれていた KFC を独占的に営業できる1.5マイルのテリトリー券が回復されたことにより既存の加盟店は新規加盟店との競争から保護されることが約束されたがその一方で全国的な広告における親会社のコントロールは強化された。ノバクはさらに カーネルズ・ロティサリー・ゴールドをメニューから削除し、その代わりに、テンダーローストと呼ばれる、新商品を追加した。テンダーローストは、フライドチキンと同様に1ピース単位で提供されたが、これは、カーネルズ・ロティサリー・ゴールドが、クォーター、ハーフ、もしくは1ワ余るこごとでしか売られていなかったのとは、対照的だった。その後ノバクは、KFC ノースアメリカによる10 会計四半期連続の成長を監督した。1996年、KFC ノースアメリカにおける成功を評価され、ノバクは KFC チェーン全体の社長兼 CEO に就任した。ミシガン州の KFC 店舗で行われる抗議活動1997年8月、ペプシコは自社の KFC のレストラン部門を別の上場企業として分離独立させ、 ペプシコはこのスピンオフにより45億米ドルを取得した。スピンオフ以前、KFC の業績は良好だったものの、ピザハットとタコベルの業績は低迷していた。ペプシコの幹部の一人は、レストラン経営は我々の特技ではなかったと認めている。トライコングローバルレストランズと名付けられた新会社は、設立時点で店舗数3万と、 年間売上100億米ドルを誇っており、全世界的な売上高でマクドナルドに次ぐ業界第2位となった。21世紀の変わり目から、ファストフードは動物福祉的観点や肥満との関連、環境への影響といった面で批判の対象となってきた。エリック・シュローサーの2002年の著書、ファストフードが世界を食い尽くすや、モーガン・スパー・ロックの2004年の映画、スーパーサイズムイは、 そのようなファストフードに対する懸念を反映していた。2003年以来、動物の倫理的扱いを求める人々の会は、ケンタッキーフライドクルエルティと題したキャンペーンを展開し、全世界における KFC の鶏肉サプライヤーの選択に対する抗議活動を行ってきた。ペタが言ってきたデモ活動は数千回にものぼり、時には KFC 幹部の故郷の町でも活動を実施した。KFC の CEO、デビッド・ノバクは活動家に偽の血を浴びせかけられた。KFC 社長、グレック・デドリックは、ペタが誤って、KFC を鶏肉の購入者ではなく、鶏肉の生産者であるかのように扱っていると語った。2008年、ヤム・ブランズは次のような声明を出した。 食品生産物の主要な購入者として供給される動物がどのように取り扱われているかについて関与する機会と責任を持っている。我々はこの責任を非常に重く受け止めており、我々のサプライヤーを継続的にモニタリングしている。ダブルダウンサンドイッチは2010年に発売された2002年5月、トライコン社はヤムブランズに社名変更された。同年、 KFC チェーンはバーガーキングが発売したチキンワッパーとドミノピザ及びパパジョンズピザが発売したフライドチキン商品との競争を強いられた。発売後3ヶ月のうちにチキンワッパーはバーガーキング史上最高の新商品となり5000万個を売り上げた。2002年9月 KFC の売り上げは前年比10%の減少を記録した。 2002年から2005年にかけ、KFC は3年間の低調な売り上げを経験した。独立系コンサルタント会社のレストランリサーチによると、同時期には商品開発における投資不足が、KFC ブランドをくたびれて、みすぼらしく見せていた。2004年に発売したローストチキンの商品は成功しなかった。さらに、2005年の鳥インフルエンザ騒動は一時的に、 売り上げを40%も減少させた。これに反応して KFC は2005年3月、スナッカーと呼ばれる安価で小さなチキンバーガーをメニューに追加した。スナッカーは KFC チェーンにとってこれまでに最も成功した新商品の一つとなり1億個以上を売り上げた。さらに KFC は国際的なマーケットに一食分の食材をトルティーヤで巻いた。 ボックスマスターを投入した。同じ時期、KFC は、ブランドイメージの変革に着手した。1991年以降、健康志向を強めるため、KFC 店舗では、ケンタッキーフライドチキンという伝統的名称ではなく、KFC のイニシャリズムが使用されるようになっていたが、2006年からは一部の店舗のデザインに再び、ケンタッキーフライドチキンの名前が用いられるようになった。 ロゴや看板で使用されるカーネル・サンダースの肖像も刷新され、サンダースが KFC の創業者兼シェフであり、オリジナルレシピの開発者であることを強調するため、従来の白のスーツ姿から赤いエプロンを身につけたデザインに変更された。グレッグ・デドリックは、ロゴの変更はサンダースが活躍していた時代の KFC への原点回帰であると語った。2009年、 KFC インターナショナルは冷凍飲料のクラッシャーズを発売した。この商品は完食となるスナックを KFC のメニューに加えようとする試みで10代の若者をターゲットにしていた。2010年4月にはダブルダウンサンドイッチが発売された。通常のバンズの代わりに2ピースのフライドチキンを使用したこの商品は不健康な食品であるとの批判を受けた。 ダブルダウンサンドイッチの売り上げは好調であり、2011年3月から2013年3月までの期間において全世界で1500万個を販売した。2012年9月、チキンリトルサンドイッチがアメリカ国内のメニューに復帰した。2013年12月までに KFC は全世界118の国と地域で18,875店舗を展開していた。 売上高では、KFC はマクドナルドに次いで世界第2位のレストランチェーンである。2014年4月、ヤムブランズは中国における第一市販機の売上が11%上昇したと発表した。中国での2013年度の売上は15%下落していた。2014年7月、中国当局は OSI グループ参加の上海の事業者が 期限切れの鶏肉を KFC に納入していたとして、この業者を営業停止処分とした。ヤムブランズは直ちにこのサプライヤーとの契約を解消し、この事件の発覚が深刻な売上の低下につながったと発表した。2020年6月、同年11月12日にゲーム機、クフコンソルを発売すると発表した。極めて異例とも言える。 異業種からのゲーム機市場参戦であり、少なくとも飲食業がゲーム機市場に参戦するのは初の事例となる。ありがとうございます。